いた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 、よいしょよいしょ、動かないでしょ、よいしょ、かわいい子いる、かわいい子、しかもおんぶしてんのがマイトかな、よいしょよいしょ、ねえねえトロコショの手伝って、かわいい、わいわい、トロッコだトロッコだ、後ろに乗ってる、ということはこれで遊ぶんだろうな、あー怖っ、あ待って待って待って、勝手に進んでいくんだけど、キノコで加速、待って待って、いつ加速すればいいか分かんないじゃん、あジャンプすればよかったの、あジャンプしたジャンプした、キノコ取った、で直線ではダッシュして、やばい下手くそすぎた、あここもむずいの、加速しないとむずいのか、うっと、コースアウトが、すぐコースアウトしちゃう、直角はなんか曲がりにくいのかな、焦るんですけど、上に行けばいいってもんでもなさそうだな、ねえブレーキとジャンプの使い分けができない、ナイスナイスナイス、Uターンではちゃんと減速して、そう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 、そんな感じそんな感じ、ナイスナイス、安全運転すぎるかな、あーむずい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 、でもコースアウトしたら時間ロスしちゃうからね、あー終わりか、キノコがさめちゃ余ってるのよ、使わないと、ありがとうございますありがとうございます、あーちょキノコめちゃ残ってるけど、あの子たちどうしてるかね、早く帰ってきてほしいよ、母ちゃん落ち着けや、子供らのことはマリオさんによくお願いしてきたから、マリオさんが帰ってくるの待ってろって、今めちゃくちゃトロッコ頑張ってるから、でもねなんだか今すぐにでもあの子たちが帰ってきそうな気がするんだよ、母の勘すごいな、マジで今飛んでるから空、おいおい落ち着けって、空飛んでくるわけでもねえんだから、そんなすぐそんなにすぐ戻れるわけねえって戻ってきました、ただいま、あお家着いた、ただいま、うわーこりゃぶったまげた、本当に飛んで帰ってきたよ、あんたたち怪我はねえか、どこも痛くねえか、あよかったよ、マイトは大丈夫かい、うん平気平気、マイトは強い子だもんね、面白かったねマイト、かわいいよちっちゃいおくるみに入ってだーだー、こんなちっちゃい子と女の子連れて遊びに行っちゃダメでしょおーよしよしマイトや、怖かったろ、おーよしよし、ダイナ勝手に山行くんじゃねって母ちゃんいつも言ってたろ、もしものことがあったらどうすんだ、おいおい落ち着けって、母ちゃん今日はあんまり怒んねえでやれや、それによまだマリオさんにお礼も言ってねえじゃねえか、お礼ください、あそうだったねマリオさん本当にありがとね、感謝してるよ、ん屋根穴開いた、なんだ全然構わねえってな父ちゃん、あんなもんならあっという間に直せるってよ、工事はオラたちに任しとけってな、もしおめんちがぶっ壊れたらよ、すぐに修理してやっからいつでも言ってくれや、頼もしい、それにしても無事に子供らが帰ってきたのはあんたのおかげだ、ありがとうよマリオさん、これで万事解決ね、ダイナとマイトが見つかってスターピースも見つかった、ところでピーチは今頃どこに、あ確かにそうだね、クッパちょいちょい見かけるけどピーチどこ行ったんだろう、オラたちにできることでもあったらいつでも言ってくれや、工事はオラたちに任しとけってな、
オラ屋根直したらいつもみてえにまた山行って働いてっからよ、いつでも遊びに来いや。トロッコ面白かった、もっと乗りたい乗りたい。いや面白かったね、あれちゃんとさ減速とかしっかりしてキノコ使いながら行ったら結構いい点が取れるんだろうね。まあ点というか点があるのか分かんないけど、大になったらすっかりマリオさんのことが気に入ったみたいだ。いやよかったよかった、ここの村の問題は解決できたかな。おいカブトムシくん逃げるな、待ってくれ、ブッキー様のお家で遊ばないか。ブッキー様、その通り、無駄な抵抗はやめて降りてこい、ブッキー様と仲良しになるべきだ。そういうことだ、すぐに降りてくるべきだ。ブッキー、なんだこいつらは。あこいつらあれじゃん、敵、カブトムシ追いかけられてんな。止まったすごい取り囲むじゃん。やや見つけたぞ、このカブトムシはブッキー様にプレゼントされるところのものなのだぞ。その通り、無駄な抵抗はやめてカブトムシを我々によこすべきだ。そういうことだ、もし渡さないとブッキータワーに来ても遊んであげないぞ。ブッキータワーとは、そもそもブッキー様はカブトムシが大好き、しかし今は忙しいのだ。その通り、空から娘さんが降ってきたから一緒に遊んであげているのだ。それはピーチ姫では、だから我々がブッキー様の代わりにカブトムシを捕まえるべきなのだ。さあ渡せ、我々によこすべきだ。ちょうだいややまた飛んだぞ、逃げちゃうぞ、追いかけるべきだ。飛んでちゃったよ。なんだブッキー様、今のは何だったんだろう。でもさ、娘さんが降ってきたということはやっぱりピーチのことかね。ちょっと村の人たちに話を聞いてから先に進めていこうかな。今の子たちはどこに行ったんだろう。マリオはお父様のトロッコ乗った？私は子供だからダメなんだって、つまんない。トロッコ乗りました、面白かったよね。ちょっと前にさ、キノコフスキーって音楽家が来てたんだ。あーケロケロ湖にいた人だ。曲ができないって悩んでてよ、結局うちに泊まんねえでケロケロ湖に行っちまったんだ。あーケロケロ湖に行く前にここに来てたのね。全く困ったお客さんだったよ。で、あんたは？あ、泊まんないです、今全回復してるんで。よう、ブッキーって知ってっか？あ、さっきの子たちが言ってたね。隣にあるブッキータワーってとこに住んでるやつなんだけどよ、そいつは相当な変わり者だってよ。次はブッキータワーに行くのかな。ブッキータワーの扉は普通の力じゃ開かねえらしいよ、よほどの力持ちじゃないと無理だ。すっごいなマリオって、ダイナちゃんを山から助けたってみんなすごいなって言ってるよ。あ、この人さ、炭鉱の中にいた人。オス、炭鉱の中で珍しいものを掘り当てたぜ。掘り出し物やオープンだぜ。こんなものがあるぜ。え、なになに？商品ナンバーワン、ラッキージュエル。ラッキーだよ、お客さん。もっとラッキーになれるぜ。100コインだよ。え、わからんけど、これ何なんだろう？ラッキージュエル？でも多分今ね、結構お金あると思うんだよね。一旦いらないってしてみようか。今あるものはこれでおしまい。100コイン。970コインもあるよ。あの炭鉱の中さ、コイン ×2 とか経験値 ×2 とかのチャンスしょっちゅうしょっちゅう出てきて、2分の1くらいの確率で出てきて、だからかなり儲かってるんですよ今。ラッキージュエル買ってみようか。うさんくさすぎるけどさ、全く意味のないものじゃない気がするから。ありがとうさん、渡したぜ。今あるものはこれでおしまい。でラッキージュエルって何ですか。好きな時にラッキーが出せます。え、ラッキーが出せる、どういうことなんだろう、ちょっとわかんないね。大事に取っておこうかな。謎だな。なんかバケツに入ってる子いる、めちゃめちゃ可愛いんですけど。何してんの。僕お腹すいたな、カルボクッキー食べたいな。僕、この子女の子だと思ってたけど男の子なのかな。
カルボクッキー、カルボクッキーっていうものがあるの？それを持ってきたらあの子なんか喋ってくれたりするかな。ここにも隠れてるぞ。いらっしゃいませ、ここはお店屋さんでしゅ。ピカピカ石はいかがでしゅか？え、ピカピカ石はいはい、くださいな。ピカピカ石は花火と交換しましゅ。またどうじょ。花火、花火、なるほど。これもしかしてわらしべ長者的な感じかな。誰かが花火くれたりするのか。ブッキータワーってとこにはね、面白いからくりがいっぱいあるんだって。みんなブッキータワーの話してる。母ちゃんたらまたおばちゃんたちとおしゃべりしてるんだよ。だってちっとも帰ってこないもん。よっ、おめえ花火、おお花火、まさに花火が今欲しかった。花火って好きか。オラの夢はよ、かっこいい仕掛け花火をすっぽんとぶっ放すことなんだ。でもでっけえのは難しくてよ、まだまだオラには作れねえんだ。小さいのならできるんだけどな。どうだ、オラの作った花火買わねえか。綺麗な花火、1つ500コイン。高いな。だけどお金は貯めてきた。これ最終的に何のアイテムになるのか楽しみなので、欲しい、買います。ありがとうよ。そのうちいいのができたらおめえにも見せてやっから楽しみにしてろや。コインが貯まったらまた来てくれや。たくさん買ってくれたらその分オラも頑張るからよ。花火を買った。これ何度も買えたりするのかな。花火をたくさん買ってあげるとなんかいいことあんのかな。じゃあちょっとピカピカ石くださいな。では花火と交換でしゅ。交換しましょう。ありがとうございました、またどうぞ。ピカピカ石もらった。これがこのままではピカピカ石って、あ、大事なものだ。綺麗な石ですって説明に書いてあるな。これなんか誰かが欲しがってたりするのかな。ここはダイナのお家だね。こんにちは。みんなで掘るだ、しっかり掘るだ。あれ、間違えたかな。なんだっけ。あ、これ大人たちが働く時の歌だ。山行ったら聞かせてくれるよ。なるほどね、仕事する時の歌なのね。聞いてくれよ、うちの父ちゃんたら宿屋の父ちゃんと2人で商売始めるってんだよ。あたいの掘った近道に看板出してドゥカティマウンテンだってさ。男どもは何考えてんだかね。ところでさ、あんたいらないアイテムはないかい。余ったアイテムがあったらうちで引き取るよ。うちは道具屋じゃねえからコインにはならねえけど、その分のポイントを貯めといてやるんだ。100ポイントになったらプレゼントと交換だ。うちで引き取れるアイテムと100ポイントで何がもらえるかはそこの張り紙見てくれや。あんたの今のポイントは0ポイントだよ。アイテム引き取ろうか。あ、ちょっとそれ見てみるか。これ読んでみて。キノコやシロップなどをポイントに変えて100ポイントごとに素敵なアイテムをプレゼントします。下の3つの中からお好きなものが選べます。1、敵一体を恐怖にするビビリ玉。2、敵全体に火の攻撃をする火炎玉。敵全体に氷の攻撃をする氷玉。どれもなかなか手に入らない貴重なものばかりです。確かに初めて見たぞ。攻撃に使えるアイテムか、ちょっと気になるけど、今そんなにね、これがいらないってっていうのがよくわかんなくて、キノコとかもたくさんあったのに今2個じゃん。だから後でお家に取りに行こうかなと思ってるぐらいだし、ハニーシロップとかもね、 FP 回復するやつ、これピンチの時必要じゃんね。なのでちょっとまだどれを売ってもいいかがよくわかってないから温存しとこうかな。マリオも父ちゃんのトロッコに乗ってあげてね。あれか、ここのお父さんともう一人のお父さんが作った商売っていうのがトロッコに乗れる遊びかなんかなんだな、多分。トロッコやりたいかも。また私はね、マリオが来た時からね、あ、こりゃもう大丈夫だって思ってたのさ。マジか、ありがとう。子供らが無事でよかったね。あんたの探してるピーチ姫も早く見つかるといいね。そうなのよ、ブッキータワーにいそうな気配なんですけどね。あんた聞いたかい、あの変わり者のブッキーんとこに空から娘さんが落ちてきたんだと。それがどこかのお姫様みたいに綺麗な人で、ブッキーったら大喜びなんだとさ。アンリ、まあ娘さんが降ってくるとは変わったこともあるもんだね。もしかしてそれがピーチ姫だったりして。んなことあるわけねってかい。そうだね、ダハハハハ。
めちゃくちゃフラグ立ててくるじゃん。多分そうだと思ってるんですよ。お、あんたですか、商売始めたって。ドゥカティマウンテン最高記録は今んとこ3分9秒93だ。また遊んでみてくれや。疲れたらうちの宿でゆっくり休んでってくれや。あの交換屋さんのおばさんと宿屋のおじさんか、始めたんだね。また遊びたいけど、ちょっとさ、ピーチ姫のことも気になるし、ピカピカ石どうすんの。待って、ピカピカ石、誰かピカピカ石もらってくれませんか。わらしべ長者になるはずだったのに、夢半ばで破れるかもしれない。そう、カルボクッキー欲しがってるしさ、いつかカルボクッキーになるのかなって思ったんだけど、そんな簡単にいかないか。全然違う街とかでも手に入ったりするのかな。そしたらまあ一通りこの街の人たちの話は聞けたので、ドゥカティを出てブッキータワー向かっていこうかな。おー、かわいい。この地図でもトロッコが走ってる。で、ブッキータワーに行くにはここを通らないといけないみたいだね。伊賀谷。あ、隠した宝箱ある。探していく。え、ジュゲンもいる。ジュゲンも1匹だったのに3匹になってる。いつ増えたんだよ。このエリア広すぎてさ、こんなところで隠した宝箱見つけるなんて無理ではってなっている。あった。なんか広いところってこんな感じで意味深な場所に置いてある高いところとかにあるのかな。あ、まだあんの。お、あった。やっと見つけた。コンペイト、何ですかそれは。敵全体に攻撃。へえ、これも攻撃するアイテムか。なかなか見つからないと思った。大変だった。進んでいこう。なんかトゲ兵が埋まってる。うわー埋まってると思った。出てきた。こいつら近く通ると出てくるんだね。この先に行けば次のエリアかな。モンスターリスト記入代行1回3回ルコイン。これは一体何でしょうか。モンスターリスト記入代行。え、あ、なんだ、ここに何があるのか見えなかったのに。なんか、なんだここに人がいるの。ここでは何考えてるので、未調査のモンスターリストを1回につき3カエルコインで記入するサービスを行っている。何考えてるのって使ったことなかった。今回は初回につきマロが仲間になる前に戦ったモンスターリストの無料記入サービスを受けることができる。おお、4体のモンスターリストを記入してもらった。何考えてるのって使ったことないぞ。フラワー手に入れた。なんか敵埋まったね。どういう状況なのかちょっとわかんないけど。何考えてるの。今度使ってみようかな。そろそろブッキータワーに行ける？行けそう。ピーチ姫に会えるかな。あー、クッパじゃん。ブッキーとかいうやつはこんな立派な家があって我が輩は宿なし。隣には助けを待つピーチ、そして立ち向かってくるマリオ。ああ、あの頃に戻りたい。あ、泣いてる泣いてる。ちょっとかわいそうじゃん。マリオ、まずい、バレるバレる。むむむ、元気にしてたか何言ってるんだ。いばれいばれ貴様、こんなところになぜいるのだ。ピーチが我が輩の城で助けを待っているとしたら、きっと今頃泣いておるぞ。
あ、なんかさ、窓から誰か顔出したり引っ込んだりしてたんだけど今。あ、ほらほらほら、あれがブッキーかな。あ、ピーチ姫、これはブッキータワーかな。あら、今我が輩がどうのこうのって、まさか、嘘、マリオじゃないの。マリオ、私はここよ。聞こえるかな今の声は。ピーチめ、逃げ出したと思ったらここにおったのか。さて、それでは我が輩は城に帰るとするか。どけ、あーあああ、威張ってる威張ってる。ウェルカムって書いてある。ウェルカムな感じなのかな。鍵がかかっています。考えてる考えてる。どうしたんですか、もしかして扉が開かないとか。あ、戻ってきた。いや、グラフィックが良い。かわいい。あ、タックルすんの。おお、強っ。強すぎなんだよ、怪力すぎでしょ。まあ、トゲトゲコーラだしね。なんと、さすが我が輩。おや、待てよ、もしやこれでこの中に入れるようになったのではないか。繋がってないんだ、そこが。これほどのパワー、味方に一人いると実に助かると思ってるな。そうか、仕方ない。特別大サービスとして我が輩のクッパ軍団に君たちを入れてやろう。遠慮はいらん。マジか。マリオたちはクッパ軍団に入れてもらったことにしておこう。おお、そうだ、クッパも仲間になるんだよね。仲間の入れ替えの説明を聞きますか。聞きたい。すごい、クッパが仲間になっちゃった。いよいよ仲間が4人に増えました。ところがバトルは3人まで。ここで使うのが編成です。こちらにいる人はモンスターと戦います。こちらにいる人はその間お休みです。スタンバイってなってるとこだね。仲間を入れ替えるには、入れ替えたい人同士を選んでください。ほうほうほう。ちなみにマリオさんは抜けられません。アクションコマンドが連続で成功すると仲間ボーナスが発生します。ボーナスの内容は仲間ごとに決まっています。バトルに参加する仲間のボーナスだけ発生します。いろんな組み合わせを試してみてくださいね。なるほどね。じゃあせっかくなのでクッパを仲間編成に入れてみようか。クッパは何が使えるの。恐怖の衝撃、敵を怯えさせてしまうビビるべき技である。説明めっちゃかわいいな。で、装備は全然無理か、何もないか。まあ、クッパの武器も手に入れられる場所に行けるんだろうな。いや、強いな。武器何にも持ってないし、レベル8なのに攻撃力85か。あ、防御がすごい強いか。亀だもんね、クッパ。何も着てないのに、52。素早さは一番低い。魔法攻撃とかも、そんなに高くない、結構低い。とにかくパワータイプって感じだね。使いやすければこの編成でいきたいけど、マロの回復も欲しいところだよね。入っちゃいましょう。人んちのドア勝手に壊してよかったのかな。こんにちは、話せる。いらっしゃいませ。ブッキー様は結婚の準備のためお会いできません。出直していただくか、さもなければ力ずくでてっぺんまでお登りください。あれ、敵なの。なんてこった、敵だった。強い、使えるな。素手で殴ってるのに強いぞ。なんだこれ、敵なのか。
こっちからも上に行ける。おー、いろんな絵描いてある。アーティストなのかな、ブッキーって。あ、3人技。この3人だと何になるんだろう。シューティングスターショット。あ、これはさ、トイドウくんが言ってたよね。シューティングスターショットって言ってた。仲間の力をアップさせ、天空から必殺の流星が敵に降り注ぐ。これ敵単体？あ、全体っぽい。お、かっこいい、かっこいい、かっこいい。あ、クッパが投げてるんだ、ぶん投げてるんだ。強い強い、絶対強い。これいいじゃんいいじゃん。あ、ランダムにポコポコ当たるんだ。いいねいいね。敵が多いときいいかもしれない。え、あそこに隠れてるのブッキーでは。あ、逃げちゃうんだ。ちょっと待ってね、この下行ってない、行きたい。え、これは一体何でしょうか。これなんだろう、マジで。これジャンプでこういうことするだけ。そんなわけないよね。なんかに使えるかな。なんかに使えそうな気がする。ここにこういう装置があるっていうことは覚えておこう。で、ブッキーのた、あ、また様子見に来てたな。隠した宝箱あり。で、これで無理やりてっぺんまで登っていってブッキーに会いましょう。なんかどんどん生まれてくる、どんどん生まれてくるんですけど、でも端っこにいるとなんか判定、当たってる判定になってないな。